国境からの報告によれば、諸葛亮が大軍で北伐を開始した。目下漢中に駐屯しており、目指すところは洛陽長安だが、先方の長雲はすでに我が領内だ。皆に問う。いかに戦うべきだ。陛下、諸葛亮は兵を漢中に留め、動静を伺っております。さすればまずは各軍の都督に城を守らせ、兵をもって道を制しては、その後優勝が趙雲を迎え撃つのです。趙雲は蜀の五湖大将軍で勇猛さは名高い。恐れぬ者はおるか。陛下、我が父は漢中で果て、蜀は不具大天の敵であります。どうか関西軍をお与えくださり、趙雲を撃たせてください。上は国に報い、下は父の恨みを晴らしたいと。陛下、花高坊殿の勇ましさは好ましくも、大戦の経験はなく、趙雲の相手はできません。しかも諸葛亮がおるのです。やはりここは軍を率いるべきは宗信殿であり、副将に宗及殿を置き、大軍で敵に向かうべきかと。はっ、王老殿、兵法なら知り尽くしておる。若いからといって見くびるな。そなたはもしや諸葛亮と通じておるのか。そなたの言葉を聞くだけで気がせいておることは明らかだ。かようであっては大事を損なうことになりましょうぞ陛下。仮に諸葛亮を殺すことかなわなければ、戻らぬ覚悟です。陛下、夏侯将軍は先帝の父母であり、中庸無双、趙雲を倒すことができれば我が義の意向を示せるというもの。夏侯将軍。はい陛下。そちを正々大都督に任ず、関西軍20万を率いるのだ。必ずや諸葛亮を生け捕り、先帝の御霊を慰めよ。はい、かしこまりました。上将、酒ではないか。それが天軍書記が申すに、3日前に五の使いが参ったと。孫権の命により、これらの酒を100カメと春梅100頭を届け、戦の勝利と北伐の成功を祈願していると言づけていったそうです。まあよい、受け取っておけ。そなたは孫権の腹の中がわかるか。孫権は我らを慰労する素振りを見せ、動きを見通していると伝えたいのでしょう。それゆえ3日も前に酒を道中に届けたのです。孫権が我が軍の勝利を願うなど心にもないことです。我らの勝利を望んでいるわけでも、大敗を望んでいるわけでもない。孫権の一番の願いは、蜀と魏が共倒れになることです。いかにも。せいぜい期待させてやろう。報告します。申し上げます。上将、趙将軍が三猿にて、いずれの道を行くかお尋ねです。地図を持て。は、地図を。中原へ行く道は二つあります。右は夜国を経て、左は飛山を通ります。こう伝えよ。兵を二手に分け、一つは夜国へ向かい美を攻めると見せかけ、もう一つは飛山から老生へ行き、足場を固めてから長安を攻め落とすのだ。よい。上将、道はあと一つありますが。漢中を出る三つ目の道はない。地図にはないが、実際にはあるのだ。それはどういうことだ。ここです、上将。五千の精鋭を下されば、それを率いて神霊を超えます。
四五国を通り長安へ行き、10日で功を立ててご覧に入れます。秦霊は難所中の難所だ。万一敵に見つかってしまえば完全に包囲され、全軍が討ち死にしてしまう。いいえ、秦霊を超えるとは宗英は思っておりません。危険な道ほど守りは薄い。五千の精鋭とともに敵の不意をつき、長安城下を攻めます。奇襲は大軍に勝ります。上将がかつておっしゃっていたように、飛山を越え長安に至るとしたら、それだけでいくつきもかかるでしょう。しかも道中で敵が守る城を落としてゆかねばなりません。そうなれば中原をいつ取れるものか。北伐は我々の大業だ。危ういかけはできぬ。我が軍は平坦で広い道を選び、定石通り一歩ずつ進軍すべきだ。かように進めばすぐに勝利はせぬものの、万一の失敗もない。これで決まりだ。祈山を行く。伝令せよ。はっ。長安を攻め取る絶好の機会というのに、まさか上将がこれほどまで慎重だとは。義円殿、よいか。上将は危うい賭けには乗らぬ。故に百戦百勝なのだ。兵法の奥義は奇策にある。危険を冒さずに奇策はできぬ。上将、官庁の報告では宗英は加工房を大都督に任じ、清涼兵を出陣させたそうです。ただのひ弱な貴族の子弟だ。名ばかりで恐るるに足りぬ。さらにどうやら芝居は落葉を追われたようで、要領の都督になりました。まことか。要領は長安を守る要害の地だ。よもや我々の策略を宗英に見破られたか。いかがでしょう。宗英が我らの進軍を見抜いているとしたら軍を増強するはず。しかしながら要領軍の兵はわずか8000、一人の兵も増やしておらぬそうです。芝居は兵法に長けておる。奴がおれば10万の大軍に等しい。ではいかがいたしましょう。殺すのだ。死角で。死角でなくとも殺せる。時には流言が殺す。しかも血を流さずにな。宗心宗久は芝居を疑っておる。はい、それゆえ辺境の地へ送ったのです。うん。父上、新たに募った者たちか。はい。何人だ。15000を超えております。二月で30000まで増やすのだ。諸葛亮は動いた。必ず祈山を越えて長安へ向かう。要領は長安に至る用地。いずれ大戦となろう。偵察兵によれば夜国道を通り美女を攻めんとしており、祈山は通らぬ模様です。戦に長けた者は千軍万馬をも隠せるのだ。夜国道を進むのは義の大軍をおびき寄せるおとり。誠の軍は必ずや祈山を通る。諸葛亮が来なければ密かに兵を募ったことを朝廷に何と申し開きするのです。これが明るみに出れば宗心に追及されるだけでなく陛下にも疑われます。今からでも全て朝廷に上奏しては。何？朝廷のありさまは知っておるであろう。上奏すれば陛下は必ず臣下に諮る。答えが出る頃には諸葛亮が攻めてきている。その時に8000の兵でどう戦いというのだ。されど朝廷に
独占で造兵した戸川を攻められた折には要領の都督として城を守らねばならぬ。造兵と城を失うこととどちらの都がが大きい。表記大将軍並びに要領軍を率いる大都督芝居慎んで真偽をもって天下に布告す。かつて大祖武皇帝は国の素行を築き宗職王子を社職の主となさんと欲するも不幸にして関心らに阻まれる。高尊の宗栄は元より特攻なく御台に遷移し大祖の意志に背く。我は大祖の命を奉じ賊を討つ者なり。各地の兵と民を新たな君主に基準せよ。陛下、これでお別れでしょう。芝居は謀反人ですぞ。父上は芝居を油断がならぬと言った。かくもあからさまな策を取ったりするだろうか。諸葛亮の罹患の刑ではあらぬか。芝居がわずか数千の要領の兵で歯向かうはずがない。お互いはもっともです。されど密かに兵を募っていたとしたらどうします。ありえぬ。陳に隠れて造兵など。王国では芝居が要領において密かに募った兵馬は数万を下らぬと。それが誠なら一族は死刑だ。何故報告せぬのかが問題なのです。陛下、諸葛亮の大軍は領内に入りました。もしや芝居と手を組むようなことに。古本軍を召集せよ。陳が要領へ赴き問いただす。よい。十里先までおいでです。父上、陛下が古本軍を率いて十里先までおいでだそうです。お迎えに上がる。陛下、芝居は勅命を受けすぐにこちらに参るそうです。護衛は何人だ。息子と二人で来ます。陛下、退路は全て押さえてあり帳の外に200人の兵を潜ませてあります。息子と二人だけで来るとは。謀反の心があればさようなことはせぬ。しかしながら密かに造兵したことが誠ならば斬首刑に相当します。父上、お考え直しを。黙れ。私が逃げれば一族は皆殺しだ。天命を待つほかない。芝居が陛下に拝謁いたします。芝居、兵を募ったか。募りました。いかほどだ。3万と200。何だと。陳は許しておらぬ。申し上げます。陛下より任を賜りこの要領へ来てみると兵は少なく弱っておりました。諸葛亮が岐山に現れたらとても太刀打ちできぬとそう思いました。戦に負け城を失ってしまうよりは増兵し抵抗すべき。何故報告せぬ。それは思い悩みました。
上層部にてお伝えしてもお許しは出ぬでしょう。お許しをいただけても三月は先、急変あっては間に合わぬゆえ、まず兵を募り報告は事後としたのです。申し訳ございませんでした。言い逃れだ芝居。造兵は戦のためだと。諸葛亮は夜国道を進んでおるのだ。要領で戦などありえぬのに何が応戦だ。早急殿、夜国道は陽動作戦です。諸軍は必ずや祁山から長安を目指します。諸葛亮が祁山を通らねばいかがするつもりだ。この首を捧げます。洛陽では流言が飛び交っておる。そなたがこの機に乗じて狙っておるのは大井だとな。陛下、これぞ諸葛亮の罹患の刑です。私は先帝の意志に従い粉骨砕身尽くします。双心などございません。どうかご明察を。どうか陛下、父の忠心は火を見るよりも明らか。ご本軍到来と聞き逃げるよう申しましたが、父は怒って剣を抜き、逃げれば私を斬り、その首で陛下に許しを請うと申したほどであります。芝居よ、そなたと先帝や皇祖との交わりに免じて命は助けてやる。されど官職は全て奪う。故郷へ戻るのだ。朕の許しがない限りそこを離れてはならぬ。感謝いたします。軍の指揮権は早急へ譲る。早急よ、そなたに要領の守りを託す。はい、受けたまわります。父上、故郷で生涯を終えるのですか。それも悪くない。生まれた場所で死ねるのだ。穏やかな晩年は得難い幸せだ。何十年もの苦労が水の泡です。命があるだけありがたいと思え。
誰だ。諸葛亮を生け捕ると宣言した夏侯豹がこともあろうに兵を失うばかりか自ら趙雲に生け捕りになるとは。国の威信は失われた陳の威厳もだ。まだある。夜国道の諸軍はおとりだ。諸葛亮の大軍は祁山を出て長安に向かっておる。天水の脅威は蜀に下り、南安、美女、上慶に天水も諸葛亮の手に落ちた。恐れをののいた早急は逃走し、要領を捨てた。今や、蜀軍は百里足らずに迫っておる。このままでは、いくつきもせずに、陳は亡国の君主となる。お聞きください。先に申し上げました通り、夏侯豹殿は諸葛亮とは渡り合いません。諸葛亮に勝つには、宗心殿を出陣させるしかございません。陛下、私は最地にかけます。退任は務まりません。宗心は、先帝に陳を託された。我が国が期待に瀕していると申すに、この後において、座して眺めるというのか。国の重臣である大将軍のそなたが尻込みしてはなりません。お将軍が出陣されるなら、老身ながらこの私が付き従い諸葛亮をお迎え撃ちます。それなら心強い。どうか軍師に任じてくだされ。王老よ、そなたは弱い七十六、出陣させねえか。年を取っても志は負いません。孔明は人を超えていると聞けど、私には信じられません。諸葛亮が妖怪であるならば、それを退治しに参ります。果たして人が勝つか妖怪が勝つか。よろしい。宗心を大都督に任じる、王老を軍師とし、陳が授ける印と20万の兵をもって諸葛亮を迎え撃て。はっ、賜りました。諸葛亮はその名にたがいませぬ。陣容に様々な策を潜ませておる。軍師殿の対策とは。あの諸葛亮は極めて弁が立つとか、一つ奴を呼び出し怒鳴りつけてやりましょう。まずは大いに規制をくじいてから将軍が戦えばよいのです。結構、敵を呼び出せ。はっ、はっ、義主と王老である。そなたが使徒の王老殿か。天下に名を轟かせる貴殿にお会いできるとは。貴殿は天命を知り時勢を知ると聞く。何故かように名分のあらぬ戦をする。名分があらぬとはこれいかに。まさしく賊の討伐である。天命は移ろう。帝位もまた同じ。徳ある君主が無徳の者に変わるのは自然の断りである。官邸霊帝以来、黄巾の乱が起こり、天下では覇権が争われ、盗賊が蜂起し、勧誘が跋扈し、国は崩壊の危機に瀕し、人々は困難に陥った。我が大祖武功帝は災いを一掃し、天下を席巻した。万民は振幅し、大祖を警護した。文帝は民心に従い、春画経の禅譲を受けたのに倣い、帝位を継承した。これまた天の認めるところ。貴殿は聡明なお人だ。漢中楽器にも並ぶ。何故天の摂理に逆らう真似をなさる。天に従う者は栄え、天に逆らう者は滅ぶ。我ら大義には100万の兵と1000人の武将がおる。鉄の蹄は祁山を平らげ、刀剣は天をも切り裂く。貴殿にわずかでも見識があるなら、今すぐ
武器を捨て遺産に置く。義に下るがよい。下らば諸侯の位を約束する。官の元老からいかほどのご講説を聞けるかと思ったが落胆した。よもや貴殿のその口から聞くに耐えぬ言葉が次々と出てくるとは。私も話そう。全軍は心して聞け。貴殿、王老よ、代々官の恩恵を受け使徒についたはずであろう。いささかの良心があるなら君を助け国を補佐し官を起こすべき。しかしながらそなたはただ官位をむさぼり俗に組した。本来なら首を縮め身を潜め天下の片隅に隠れて恥じるべきであるのに、陣頭に立って天命を口にするとは何たること。白髪頭のヒップ、白ひげの俗名、おのれ、24人の官の選定に合わせる顔があるのか。貴様、老いぼれは早く立ち去れ。お前を斬り剣を怪我したくはない。もう一緒に王老殿連れ戻せ。撤退だ。どうなりました。しっかり、しっかり。王老殿はどうだ。お亡くなりに。それでは失礼します。やはり諸葛亮は妖怪であった。下崎三千で我が軍師を憤死させた。王老殿は参考だ。陛下に何と申し開きすればよい。大都督、王老殿の絶命で士気は乱れております。諸葛亮がこの機に攻めてくるかもしれません。何とかして防ぎませんと。防がねばならぬ、防がねばならぬな。いや、それより王老殿が死んだことを餌に諸軍をおびき寄せよう。攻めてきたところで諸葛亮を生け取ればよい。脅威が上昇に拝謁いたします。ああ、脅威よ。義は威水に沿った布陣で簡単に破ることはできぬ。そなたにとって地元である三川の様子を教えてほしい。今の時期威水は水位が変わりやすく、一夜上流で雨が降れば下流では一城の増水、陣馬が渡れなくなります。すなわち我が軍が無謀に攻めればこの川を生かして宗心が襲ってくると。その通りでございます。されど一つ考えがございます。は、申してみよ。様子を伺ったところ宗軍は喪に服しております。死んだのは軍師の王老です。まさか本当に死んだとは。上昇がおっしゃった痛烈な言葉が刃に勝ったのです。これは生死に残りますな。いささか疑わしいのは、王老は参考の位、軍師でもあります。軍の士気を乱さぬよう死を伏せるはずですのに、宗心は大々的に葬儀を執り行っております。うん、脅威よ、そなたの目は鋭い。宗心は何か企んでいますな。宗心は我が軍をおびき寄せる気です。さらに考えてみるのだ。我々をおびき寄せるなら伏兵はどこに置く。脅威よ、この地に詳しいな。どう思う。伏兵はおそらく御山に配するでしょう。よし、宗心の裏を書くぞ。諸葛亮の関係にかかり宗心は兵の半分を失った。その上に
オーローは陣の前で罵倒され噴死したそうだ。今や我が軍は総崩れだ。朝廷も混乱しておる。将大夫よ、陣が出征すべきと上奏されたがどう思う？陛下に恐れながらお聞きします。陛下は天子としてご自分が諸葛亮に勝つ見込みをお持ちであられますか？兵法は知らぬ、勝てぬだろう。さすが陛下です。ご自分をよく分かっておいでです。それでこそ名君と言えましょう。されど他人を知ることは少々増えてと存じます。どういうことだ？思いますに、天使たる者は宮中を支配し兵法ではなく人を知るべきです。ことさら知るべきは誰を戦に行かせ誰に国を守らせるかです。それで？私は我が一族の命を懸けてある者を推挙します。陛下がその者を用いれば諸葛亮に勝つことができます。誰だ？その者は義の三代にわたる元老。諸葛亮は宗親宗旧は恐れませんが、この者は別です。それゆえ流言飛語を用い離間の刑をして遠くに追いやったのです。その後ようやく諸葛亮は調伏して一気に攻め込んできました。その者は芝居か？その通りです。今の朝廷においてはあの芝居だけが、もとより諸葛亮が祈山を通ると予見し職軍に対抗するために要領の兵を増強していたのです。陳は残言を信じ芝居を疑った。陳は悔やんでも悔やみきれぬ。上将、我が軍は出征以来連戦連勝です。格も痛快なのは久方ぶりです。上将、中原の義軍はすでに及び腰です。何故この機に乗じて長安と洛陽の両方を攻めるのです？焦るな、しばし休むのだ。武器と兵糧を補充し、その後資料が10万の兵で長安を取り、そなたは8万の兵で洛陽を取れ。私は大軍を率いてその後ろに続いてゆく。うまくゆけば半年ほどで中原を平定することができるだろう。よい。上将、李元の息子の李宝が参り急ぎのようでお目通りしたい。孫権が約束をたがえて職に攻めてきたのか。あ、早くここへ入れ。李宝よ、呉はすでに進軍したか？いつ進軍したのだ？陸遜が率いているのか？どこに駐屯しておる？いいえ、上将、呉は動いておりません。こたびは父から上将への親書を携え馳せ参じました。親書とは？驚いたぞ、李宝。そなたの父の大手柄だな。上将、それほどお喜びとは一体何事なのです？思いもしなかったことが起きた。李元が毛達を帰順するよう説得した。目下12万いる新城の兵馬を従えて帰順すると言っておる。私が定めた日に洛陽を攻め落とし義弟を生け取って捧げるそうだ。毛達の話では義軍は都の外に出ていて、洛陽は近衛兵が守っているゆえ、ことが起こればさほどの時もかからず城を落とせるそうだ。上将、信じてよいのでしょうか？無論信じるべきだ。かつて毛達はやむを得ず義に下った。それゆえ宗妃亡き後は宗旧と宗親に常に疑われて、かねてより無本心を抱いていたはず。
こたびの我が北伐軍の連勝を見て功を立てる機会だと思い至ったのだろう。この機を逃せば次はいつかわからぬ。そうであれば新城は洛陽に遠からず、毛達は備えざるを攻められます。義は不意をつかれることでしょう。毛達の助けがあれば中原を取ることはたやすいであろう。宋の義は滅び、食感が起こるのだ。李方よ、父の手柄であるぞ。まさに生死に残る功績である。馬謖、信書をしたためよ。毛達には9月の10日に新城の精鋭を率いて洛陽を取れと告げ、同日私も進軍し長安を取ると。よい。ああ、やはり私が書こう。皆の者は各陣屋に戻り、命があるまでゆっくり休め。よい。父上、花工房は生け捕られ、宗心も兵と領地を失い、官用のほとんどの用地は諸葛亮の手に落ちました。これでは朝廷はせんとせざるを得ないのでは。陛下は残言を信じ献身を退け、宗氏一族は連敗を喫しています。このままでは義は長くありません。必ずや滅びます。父上、それでも上奏はなさらぬと。何をお考えですか。この調べを知っておるか。古の鉱山流水です。父上は友をお待ちなのですね。されど今の天使は友ではありません。むしろ父上の天敵です。天敵が友であることは往々にしてあるもの。互いを深く知り合っている者同士だからこそ天敵となりうるのだ。林の夏目は熟したか。はい、良い頃です。取ってきてくれ、もぎたてを食べたい。父上、お待ちなのは尊則ですか。父上、父上、天使の詔書が届けられました。使いに来たのは誰だ。朝廷の上将、カキンです。芝居よ、少将だ。皇帝陛下のお言葉である。芝居は冤罪を被った。これ皆朕の誤りなり。今大敵が迫り、朝廷は危うし、そなたに退任を授ける。国を守り民を休んずるべし。一つ芝居を表記大将軍とし、正々大都督に任じ、中原各部隊の兵馬を委ね、即日出兵を命ずる。以上である。お受けします。忠達殿、小太傅は一族53人の命を懸けてそなたを推挙した。
私もやや小さい一族だが四十七人の命を懸けた。合わせたら何人になる？ちょうど百人の命だ。私は鷹のごとく見、狼のごとく顧みると恐れられ、家族の命すら危険にさらしている。その上百もの命を守れとは。忠殺殿、さような皮肉を申すが、この通り私が謝る。ことは急を要す。悪いが茶は出せん。洛陽に戻って陛下に伝えてくれ。すぐに炎上の将軍府へ赴任すると。御意。